じゃあよ、そんな強えんだったらこのクソ重いリアカー運べんのかよ、これ。軽いわ、そんなもん。ちっちゃ軽いわ。そうじゃ、乗ってみろよ。てめえ、今井さん舐めんなよ、マジ。早くしろよ、急いでんで。すげえ、やっぱ軽々っす。今井さん、なんだろう、何かを持ってる感覚すらない。でもさすがにそれを3倍に増やしたら持てねえだろうね。3倍？え、100倍までなら片手でいけるよ。すげえ、ありえねえ。あれですか、あれですか、ピラミッドの石をあの運ぶ関係の子孫や。わなわなでもあれだろうな、今からベニコに行ってそれを3倍に増やすことなんかはできないんだろうな。おい、なんでこんなもん集めてんだよ。3倍にできんのか。やるっつってんだろ。今井さん、強すぎる。どこの誰だ、うちの生徒をこんな風にしたのは。俺。お前かい。強いんだね、なんかすごいすごい強いんだね。あのすごいね、あのおじさん、それはねすごい心強いなっていうふうに。どういうことですか。うん、話さねばならぬか。話せや、こんなことになってんだから。タメ口やめらせて、ねすてねすて、タメ口をやめらせて、ねえ、タメ口をやめらせて、ステステ。じゃあやめます。うん、やめないでして、ねえ、それはそれで寂しいからタメ口をやめないでして、ステステ。じゃあやめない。やめないですってどっち、何ため、そうか。やっべえぜ、このままポリに捕まったら商店街で壊したものの弁償、そして定額、坊主やだ、坊主が一番やだ。お前、おいくらか。カッパの今井と呼ばれてる。誰が呼んでんの。嘘、呼ばれたことはない。ただ泳げる。よし、なんとかおまわりさんから逃げなきゃなんね。なんていいやつなんだ。こいつに莉子さんを取られるなら諦めがつくってもんだ。よし、行くぞ。もう逃げたんだ。大変だよ、トマルさん。友達が川に泳げないんです。早く助けてやってくれ。今助ける、待ってるぞ。お願いします。